はい、こんにちは。ですね、今日はこの魔術についていろいろ質問が来てるんで、お伝えしたいと思います。質問の内容はだいたい皆さん同じなんで、まあコメント見てほしいんですね。まず質問する前に、キャンドルの形は何でもいいんでしょうか。何でもいいです。はい、キャンドルの形何でもいいんで、ちょっと一個一個見ていくんで、同じ質問しないような感じでお願いします。キャンドルによる黒魔術は同性愛においても効果ありますんで、はい、あります。黒魔術は2人同時にかけても良いですか？他人の恋を叶えることはできますか？これはね、やり方によりますね。この魔術だったらできたのかな。ちょっと待ってください。できるって言えばできるんですよね。でもちょっとやり方説明するのがめんどくさいというか、やるのも大変なんでやめといた方がいいですね。なんとなく恥ずかしいよね。別の方法やった方がいいです。本名がわからない、フルネームわからない場合は使えないですか？ですね。使えません。相手を知って振られたことが、別に振られてても関係ないですね。ピンが落ちるまでずっと唱えられたら、ちょっと長いろうそくを近づけたら、あんまり神経質にならなくていいんで、まあやってください、普通に。全部、あんま神経質にならなくていいです、本当。一応思いが通じ合ってると思う相手でも大丈夫ですよ。はい、大丈夫です。教えてください。新月、どちらにやった方がいいですか？彼には彼女か奥さんがいます。それでも聞きますか？ちょっとこれはあんま答えたくないですね。できれば今週中に始めたいと思ってますから、2つ。リスクの話ですね。どんなリスクがあるのかっていうと、まあ、悪いことをするわけなんで、悪いことが起きますよってことです。で、それは何かっていうと、人によっていろいろなんで、一言に言えませんね。はい。やめた方がいいですよ、だからやるのは。魔術、黒魔術は。黒魔術というか、誰かから取ろうとするのはやめた方がいいですね。最近別れてしまった彼と復縁したいと思っていて、魔術を試したい。外国人でも名字、名前の順でイニシャル刻まなければなりませんか？ご回答お願いします。そうですね。はい。これは何？イニシャル刻んでください。以上です。まあ、そう書いてあるんで、そのままやってもらったらいいんですけどね、このは。怖い気持ちがあったらやめときましょう。ただ、ぶっちゃけ、この魔術って、黒魔術恋愛テクニックって書いてますけど、僕黒魔術を教える気ないんで、いや、これ白魔術なんですよ、実は。はい。前に書いてたやつは黒魔術だったんですけど、ちょっと心が、良心がとがめたので、今は白魔術になってます、これ。でも効果は同じなんで、別に白魔術だから効かないとかないですよ。あんま黒魔術やらない方がいいんで、本当に。僕もちょっともう教えたくないんで、教えません。質問されても教える気はないので、すいませんが、控えてください。キャンドルなんですが、ピンを刺すの最初に5本全部やってしまっていいんでしょうか？書いてある通りやってもらったらいいんですよ。こういう質問結構あるんですよね。書いてあることをやってもらったらいいんで、ただ。5日連続でやった方がいい。って書いてあると思うんですよ。やってください、そのまんま。いいですね。こんばんは、明日からやってみたいと思います。習い事の先生が好きです。いいですね。頑張ってください。こういうピュアなのいいですよね。イニシャルの部分が欠けてしまったやつ、よくないかなと思いました。新しいロウソクで作り直しました。あと、ロウソクの真ん中の芯に刺さったピンがなかなか落ちてくれなくて、2本目のピンと一緒に落ちていく感じになったりしたんですが、大丈夫ですか？そうですね。まあ、あんまり変になっちゃうといけないけど、
その程度だったら大丈夫だと思います。まあそんな感じですね。はい。まあこれ全部読んでもらって質問あったらで、それでも分かんなかったら質問してもらって、もしかしたら答えるかもしれませんけど、あんまりほとんどの質問答えてるんで、あんまりコメントしてもらっても答えるものはないかもしれないです。そういうことでよろしくお願いします。ここに書いてあるやつは白魔術なんで、どんどんやってください。以上です。